内戦は最後までやると言ったな。あれは嘘だ。ナスカイリム、パート27です。ホワイトランは、どうやら帝国軍側につくそうで。これより、ストクロの軍を挙げて、奪い取るらしいです。ウルフリックは、多くの犠牲者が出るから、と、進軍をためらっていましたが、ガルマルに言いくるめられて、結局号令を出しましたとさ。本物のノルドの姿を見せてやるのだ。誰か一人、やったーって言っていましたが、とにかく、言うことを聞かないバルグルーフ。下級攻撃は下級的速やかにやめたまえ。まったく、ポンポンとはしゃいじゃって。周辺農家の方々も、ブチギレ必死でしょう。なんだこのキャベツは、無敵キャベツか。火を通せないキャベツはさておいて。基本的に、内戦系は放置で攻略待ちです。直に乗り込んで、血生臭く戦うのも、一興なのですが、全身膝まみれな打たれ弱さゆえに、突撃は自重しております。そうは言っても、途中の跳ね橋を下ろさないと、次の段階に進みません。正面は危ないので、端っこを走って、橋を下ろ、はしたない姿をお見せして、誠に戦線シャル。戦況が落ち着くまで、馬小屋に潜んでみたりして、めちゃくちゃ見られていますが、まだバレていません。小屋のゲートを開けるだけの、知能もないとは、さすが帝国軍、頭を使え頭を。申し訳ないが4次元空中殺法は NG。増援がちっとも来ないことに、罠泣いておりますれば。案の定、1分の1スケール、内戦ジオラマ展覧会が、催されていました。いいから前へ出ろ前へ。誰か助けてくれ。次に会った帝国軍は殺す。前に出たことは出たんすね。舞台が機能不全ですが、私は元気です。機能不全は一昨日来やがれ、昨日だけど一昨日みたいなことを言うと、動画の温度が下がるので控えます。結局、夜まで待って、こっそりレバーを引くことになりました。跳ね橋さえバシッと下ろしてしまえば、敵は敗走していきます。帝国軍側で戦うと、ある程度敵を撃退して終わり、なのですが、ストクロの場合は、バルグルーフと直に戦って、殴るところまでやるみたいですね。今度こそ、要塞内は全自動攻略が可能です。不死身のガルマルとレイロフが、ドラゴンズリーチまで猛ダッシュ。破竹の勢いで、戦闘の主導権もダッシュできるでしょう。本当にやることがなかったので、市長のお部屋までカット。復活できる不死身コンビバーサス、ダウンしたら終わりの不死身コンビ、そんな組み合わせです。バルグルーフのガチ戦闘は、あまり見る機会がないので、新鮮でございます。スチールプレート装備で、割と本気で強そう。ホワイトラン獣士様に、戦いを挑もうというのか。バッシュで即死だったので、どれもら呼びました。仕方ないね。覚悟するのだバルグルーフ、各都市の重視武器、デイドラの秘宝を恵まれたメグさんに、勝てると思うてか、カーコラ杖を持ち出すのはやめたまえ。助けてどれもらえもん、ジャイアグルーフがいじめるの。雷とな、己服を着た警戒、服を着たむ警戒の背中を狙うとは。だがレイロフなら好きにしな。できたか？降参するか。あ、終わりっすね。全員武装を解け。これは命令だ。武装を解け。やるだけやって、自分が死にそうになると、降伏するとか、市長のクズですね。まだ終わってない。聞こえただろ、ジジイ。まだ終わってないぞ。それにお前、ストームクロークだって？もっとマシな奴だと思ってたよ。お前ら全員、いつかこの日を後悔するだろう。歯医者の弁を聞き流したところで、ウルフリックに報告。帝国はホワイトランに深く、本来ならば、よくやったと、褒めてもらえるところなのですが、どういうわけなのか、選択肢がそこらの物知り主張と、同レベルです。またバグか壊れるなぁ。恐怖に怯えながら、幸い、不具合は間もなく解消できました。ホワイトランの、内戦フラグが立ちっぱなしだったようで、こんな感じで、ホワイトランのアイコンが、
消滅している状態でした。改めて、ホワイトランを訪れることで、正常に戻りましたので、攻略再開。そんな矢先、ちょっとやべえ感じがプンプンするドラゴン。ドーンガード編で追加された、上位種っぽい見た目でしたが、ドラゴンソウルが欲しかったとはいえ、もう少し手加減をなしやす。ふむ、崇拝されしドラゴンとな。死の標的か、生命力低下か。怪しげなシャウトを使っており、一般市民の被害は、避けられそうもありません。遮蔽物が多く、衛兵の加勢もあるため、相手じゃないわ。イソルダさんも、強気な発言くらい、しちゃいますよね。イソルダさんドラゴンボーン説。いると思ったわ。まさかの素で、しかも階段のお嬢ちゃんも素で。無限炎上を、何重にも重ねていますので、すでに死んでいるから大丈夫だと。これで息の根を止めてやる。イソルダさん、ダガーなのだが、本気ですか？炎の中に突っ込むとは、すごすぎー。もう帰ってきたわ、帰んなってか。今度は野菜売りママ登場。娘を守るためとはいえ、ダガー一本でドラゴンに挑むとは。被害者もいますが、誰だっけ？って感じだったのでよしとしましょう。うわぁ、めちゃくちゃ見物に来てる。どこから来たんだろう。こんな人前で、ドラゴンソウルを吸うの、なんかこっぱずかしいんですが。あとそこの中にいるおっさん、ドラゴンごっこは不謹慎だから、キナレス聖堂に帰れ。ウルフリックバグから、思わぬ事態に発展してしまいました。しかしながら、たまたま魂をもらえたのは、非常にたまらん。というか、なんなんですかこのヤジ馬は、家に帰れ。そして安定のヘイムスカー。あんなに聴衆がいるのに、ヘイムスカー。さて、フラグの目詰まりを解消し、仕切り直し。ホワイトランダッシュの報酬で、剣を一振り。壁水晶で、耐性虫の霊気ダメージ、私への当てつけかな？お一つ。この後、核容器の、砦を落としていくのですが、ストクロ側の場合、重視認定は、最初の一つだけで、いいらしいですよ。初めて知りました、これは助かる。ということで、ファルクリース領、ニューグラド砦を、奪いに行きます。隠密の斧字もなっていない人たちと、協力することになりますね。おやおや、誰かと思えば、元気だったか？あ、さっきは地味に戦線シャル。マヒダガーで殴って、ヒラに許せ。これをうまく進めたい。ホワイトランの後で昇進してから初めて指揮を取るんだ。湖の下に洞窟が見つかった。運が良ければ監獄につながっているはずだ。そこに潜入して俺たちの仲間を逃がしてほしいんだ。砦攻略は真っ昼間に正面から突っ込んでもいいですし、夜を待って内部から削っていくのも一つの手ですね。今更ながら初攻略の砦ですし、こっそり行ってみますか。砦にも穴はあるんだよな。地下から近づくと、捕虜ルームすぐ下に出ます。牢屋の中から、見張りが鍵を持っていると、しつこく繰り返してきます。見張っている側からすると、気持ちの悪い態度だと思うのですが。衛兵が鍵を持っている。さあ。バレるからやめろって。もっとも、鍵を持っていたとしても、拾えませんけどね。見張りを処理したら、檻を見て檻を開けます。うるさいんです。鍵を開けろと、キーキーやかましいおっさんは、閉じ込めたままでも、支障はありません。むしろ、暗殺メインで行くなら、足手まといかも。ありがとう。この建物には、兵士が2、3人しかおりませんでした。捕虜を解放したら、中庭に行くよう、レイロフに言われていましたので、出たとこ勝負でやってやろうじゃないの。そう思っていた時期が、私にもありました。間もなくロードと人生終了のお知らせ。スカイリム名物、ロード直後の死後硬直。
こちらが動けるようになる前から、NPC だけ動けるの、やめていただけませんかね。やめてもらえないようでしたので、夜まで待ちました。マジふざけんな。もう許さねえからな。暴れんなよ。暴れんな。見張りが見張れなくなると、レイロフおじさん登場です。もっとたくさんいる。別の建物にも、たくさんのおじさんがいるらしいので、その辺も掃除しなきゃ。わかった。外ではストクロがやりたい放題なのですが、中はしっとりとして静かです。ターゲットは10人以上いまして、暗殺でないと、結構骨が折れます。骨なだけに、コツコツやれば、なんてフレーズが浮かんじゃった人は、反省して、どうぞ。くだらんことを言っていないで、ささっと暗殺していきましょう。一人でも取り逃すと、せっかくの隠密が、台無しになってしまいます。身長を期し、無駄骨を折ることのないように。あ、これは、骨折り損的なことと、コツコツと、無駄骨に、ボーンをかけた、最高レベルのそろそろ霊気耐性虫はやめておきます。やべえよやべえよ、寒がりな連中がシンクロナイズドグッドモーニングだよ。ダガーは無音だと思っていたのですが、死体がびくつく音までは、防げないのかもしれません。弱い。ソロ攻略ゆえに、屈伸隠密で、大体なんとかなります。気づけば残り一人、楽勝でしたね。よくやった。お前がいてくれてよかった。いなくては成し遂げられなかったよ。ガルマルに報告を、ウルフリックからご褒美、の流れですね。民のためによく働き、我が執政から家を買った時に、お前を重視に任じよう。ご褒美は、重視認定試験の許可と、鋼鉄の剣一本でした。深刻な予算不足、家を買えというのも納得ですね。まあ、ありがとう。それで、人助けですが、殺人事件とか、随分前にこなしておいた分があったので、お恵み一回で終了でしたとさ。問題なのは、ヒジェリムのお値段、12,000。ちょうど空き家がある。実際には、8,000で買えるらしいですが、気づいたのは動画編集中の時です。残念。とりあえず、荷物整理と、お金稼ぎを兼ねて、不時回りでお仕事。霊気耐性虫は、いつかダガーにつけるかも、ということで解除。金策の王道を行く、バニッシュダガー作りは、いちいちアズラの星を、補充するのが面倒、却下。もらい物縛りでは、話術なんて磨けませんから。売却による稼ぎは、大変効率はロシです。縛り範囲内では、やはり不樹の配達がよろしく。1件500、20件こなせば、1万貯まる寸法よ。こればっかりは、冗談抜きで骨が折れました。スカイリム時間で、1週間ほどかかりましたかね。殺人ありの訳あり物件を、なぜ満額で買わねばならんのか。これも新居の鍵だ。衛兵にも、新たな肩書きを知らせておこう。クエストの手間はそこまででもないためか、これといった斧はもらえず、己ウルフリック。二言三言、不服こそありますが、内戦を終わらせないと勘違いしていた身としては、楽に重視になれて、ありがてえことです。オスカルダー君。市長が私兵に私を任命しました。お使いできて光栄です。さて、一番大変だったのが、カットした配達アルバイトだったのは、言うまでもなく。これにて全都市重視、認定完了です。ソルスセイムの墓掘り費用も待っているので、若干げんなりしていますが、そこら辺は、ぼちぼち稼いでいくとしましょう。じゃ、今回はこんなところで、ご視聴、ありがとうございました。今回の従者、カルダー、紙幣シリーズの中で、最も使われていないであろう人。かかる費用、道のり、性能。どれをとっても、ヒジェリムのおまけでしかありません。使い道、なもんねえよ。全紙幣の中でも、最高に個性がないって、それ一番言われてるから。以上、今回の従者。